はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この DB01 ですね、タミヤのオフロードマシン、もうすぐ、まだ発表決まってないですね。発売日決まってないんですよね。 TG4 というのがね、発売されると、新しくね、オフロード 4WD マシンですね、アバンテの後継機という感じでね、宣伝されておりましたけども、その前にまだこれ現行型ですのでね、現行型のうちに、一回ね走っておこうかなと思っておりますよ。シャフト車とねベルト車で両方現行車になる可能性もありますけどもね、こちらディーゼル車はベルト車ですね、ベルト駆動用のディー、そして TG4 はねシャフトだったと思います。はい、まだ発売前なので仕様変更されるかもしれないけど、わかんないですけどね。そんな感じでね、走っていこうかな、練習していこうかなと思っております。そしてね、動画の後半の方に、サムネイルもちょっと写真載せてるとは思うんですけどもね、川田の GT300 だったかな、ちょっと説明、私はちょっと詳しくないんでね、わかんないですけど、12分の1のダイレクトドライブマシンですね、の走行動画をつけておきますので、ね、ゆっくり最後までご覧ください。言うてんのが聞こえるかな。うちの店長はね、はは言うてますけどね、走りながら喋ってるとこんな感じでね、呼んだもの大好きだからね、もう振り回した人だけどね、ブレーキかけてね、今ジャンプ落とさないと向こうがあるわけ、飛んでいきそうな感じだった。やっぱりね、この DB0 でかなりの名車だとね、でね、すごく走っててドライブしててね、楽しいマシンでございますね。ただ今ね、ランテングしたユニバーサルジョイントとかね、ちょっと別になっててね、新しく車作られる方にはちょっと厳しいのかなと思います。オープニングでね言った通り TD4 ですね、TD4 だったね、新しいねマシンがタミヤ模型で発売予定ということですね。はい、ございました。当初はオプションパーツが切れることはないとは思いますのでね、気になる方はぜひライクしてください。最近ね、やはりね、ラジコンブームなんかちょっと分かんないですけど、品切れが多発しておりますのでね、本日が7月15日なんですけどね、もうすぐね、グラスパーツバックエディション発売ということですね。なんかうちもね、発注した数入ってきませんということでね、なんか半分ぐらいになって入ってくるのかなという感じですね。うちは予約受けてるわけではないので、数がなくても大丈夫かなと思います。
うちの常連さんが黒いマシンかっこいいなって言ってたので、ね、ちょっと調子ありますけど、必ずちょっとね、入ってくる数が少なくなるので、ね、まあ、ちょっとね、必ず欲しいよというわけですけど、まあ、通販とかで買われたは確実なのかなと思います。まあ、ね、普通の模型店がね、入ってくる数、まあ、言ってくれればいいんですけどね、最初に、まあ、10台しか入りませんよとかね、20台しか入りませんよっていう話をしてくれればいいんですけど、そこでもちょっとわからない、発売してね、来る直前までわからないというのでね、ちょっと予約をお受けすることができなくなりました。そんな感じで、欲しい方がね、すごく大手の模型店もしくは通販サイトなので購入したいところになるかなと思います。まあ、しょうがないところなんですけど、しょうがないところがあるんでね、だからまあ、我慢ラジコンすごく楽しみやられるじゃない方に見てるんであればね、やはり実車でね、サーキット走行っていうのも風もかかりますし、まあまあね、事故を起こすと、まあ、すごく大変なことになる可能性もありますんでね、レース好きな方はぜひ模型でね、楽しんでいただければなと思います。ラジコン、そしてオフロードだとね、特にこんな、ね、人が乗ってたら衝撃で死ぬんじゃないかぐらいのね、ジャンプとかできますので、もう楽しんで、模型だとね、割り切って楽しんでいただけたらなという感じで、もう中に乗ってたら頭グラグラだったでしょうね、これね、首も違いますよ、ね、楽しい、マシンですね、エビテルですね。私も一応、こういうのはトリプル R、 トリプル R になってるんでね、レース用はもちろんトリプル R ってやつなんですけどね、これ練習用のマシン、練習用兼、神谷グランプリ九州大会用のマシンでございますのでね、はい、全日本用ではないんですけどもね、はい、まあ、またね、機会があればね、全日本にも作っておりますのでね、ほぼほぼ一緒なんですが、やはり、組み付け精度であったりとかね、摩耗度合いが少なかったりとか、この練習用よりは走るんですけどもね、まあ、これはね、おいおい、ご覧になっていただければ、まあ、もちろん動画としてね、摩耗が出してますよみたいなのがあるんですけど、まあ、ね、探してもらって見ていただけたら助かります。はい、そしてね、これからね、月1ぐらいでね、本日4月15日にアップした動画がプラモデルのね、プレゼント、勝手にプレゼントキャンペーンってやってるんですよね。はい、ラジコンもね、勝手にプレゼントキャンペーン出しますので、よかったら Twitter のフォロー、いいね、リツイートなどしていただいてね、フォローもちろん、ね、フォローは抽選には関係ないので、ね、いいねとリツイートと引用リツイートね、毎日やってくれてるね、すごく助かる方いるんでね、その方たちね、申し訳ないですけど番号を割り振らせていただきまして、毎月1回抽選プレゼント抽選してね、勝手にプレゼントを送りつけようというね企画やっておりますのでね、できればね、リツイートは、いいねだけだとワンエントリー、はい、いいねとリツイートで、2エントリーできますのでね、ぜひリツイートをよろしくお願いしますということでね、まあ、聞いてあげていただけるわけですよしていただけるとね、勝手にプレゼントいたしますので、ね、初回はね、私が改造を大丈夫なので改造いたしました、ジオリジン版ジムと HGUC 陸戦型ジムのね、ミーティング改造をしたと完成品ですね、出しておりますのでね、
7月15日の動画ですので探していただければ、はい、そしてね、お胸で下が見えないあたりの初見でガンプラ作るのあたりとかね、ラジコンで言うと RC 女子あたりマットカリーね、チャンネルをやられてるあたりがねアシスタントで抽選手伝っていただいてますんでね、それでも掛け合いなど見ていただければね、まあ、楽しみだなと思います。はい、いかがでしょうか。かっこいいでしょ、 DB01 振り回してますよ。これレースでこんなことしちゃったらいいですよ。こんなのね面白いでしょレースでこんな振り回したらいいですよ。レース用の橋しましょうかレース用の橋だとね、砂煙になるべく立たないよ、はい、ちょっとスピード出すぎて飛びすぎましたね。ゆっくりアクセルを握っていく感じで、握れるときに握る。冷静はこんな感じですね。まあ、YouTube 用の走りね。はい、こんな感じ。こんな感じね。はい、お目に当てますからこれね。こんな感じで走りますんでね。はい。今度はレース用の走りっていうのね、誰かね。コロナ禍が収まってきたら誰か来てくれると思うんで、その時ね一緒に走る時にレース用の、走りをしながらね、勝負動画で撮ってみたいと思ってますんでね。はいはいはい、焦げたちょっとそこで U ターンだったここはい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 、ちょっと建屋に、あ、今ちょっと建屋建ててるんですけどな、石がやりすぎましたね。こんな感じで、ね、かなり長時間ね、これノーカットで多分お届けできてると思うんですけど、ね、かなり長時間遊べますよね。でバッテリー、ラジオやられてないのかちょっと分かんないですけど、これリポバッテリーっていうので、ね、走ってますんで、リポバッテリーの4000だからね、4200かな、はい、4200ミリアンペアっていうのを走ってますんでね、はい、こんな感じで、この10.5 まあ50キロとか60キロ出るようなスピードでも、こんだけの時間遊べます、これもう一個言うと、これね、2日ぐらい前に充電したやつなんでね、あまりね、パンチというかね、トルク、力が出てないんですけどね、それでもこんだけね、遊べます、ただ充電、リポバッテリーで充電するときにね、充電の袋、専用の袋ありますんでね、それ入れとかないと、発熱して火事になる恐れがありますので、それもね、気をつけて遊んでいただければ思います、はあ、ね、かなり持ってるでしょ。ちょっと垂れるまで走ってみましょうか。垂れるまでバッテリーが垂れるのが早いのか、店長の腕が垂れるのが早いのか勝負しましょうね。さっきもハーハー言うてましたんで頑張るらしいね、はあ、うちの店長筋肉はまだありませんね。でしょ、ラジコンのね YouTube 動画上げてるのに軽くながら自由に走るね。普通なんかこうアップにしたりとかね、スローにしたりかっこいいでしょみたいな、ね、感じの動画いやディスってるわけじゃないですよこれ、かっこいいさみたいな感じで、私ねそういう編集とかね、なんか性格的にちょっとダメなんですね。そのままを見ていただきたいってね。もちろん私登録してるね、チャンネルの方もそういう方多くてかっこいいなと思って私も見てますけどね、私自身がするのはちょっと苦手ですんでね、やっておりませんという話ですね。ディスってるわけじゃないですよすごくいろんな動画あっていいと思うんでね、まあね大丈夫だと思うんですけどね、仲良くすればいいんじゃないかなと思うんですけどね、まあまあそこら辺はね仲良くやっていければなと思っておりますのでね、みんな仲良くしようよという考えでね賛同いただける方はね、ぜひ、仲良くしていただいてねそして悪いことは悪いね、いいことはいいね、そんなことも大人になってね分かるようにやっていきましょう。いやですね、なかなか垂れないでしょこれ何本走ってるのかな、入れる？
って見えるわけだよ。確かに。目二つしかない。12分足。この喋りながら撮ってるのが12分足ってるわけね。見えた？見えるわけだよ。それ見えた、すごい。アイアンマンと一緒ぐらい。ジャービスがおらんと見れんのかな。最近映画、私映画好きなんでね、映画見たいんですけど、ブラックイードウって言ってね、マーベルヒーロー、女の方ですね、スカーレット・ヨハンソンが主演でやられてるね、あと、見たいんですけど、延期、2年ぐらい伸びてますんでね、なんか見れるんやったっけ、なんかのチャンネルで見れるとか言ったって、映画館で見たいんでね、どうせ大分はなんかすごく遠い、大分県なんですけども、福岡県みたいな感じのね、距離の。ところの映画館でやってるという噂を聞いたんですけど、さすがにそこまではね行けませんので、ぜひね近くの、ね、T ジョイパークプレイスとかね、東方シネマズとかでねやっていただけると、見に行けるんですけど、なぜかやってるんですけど、でもね、ジャンプの、そう、なんかね、なんかのチャンネルでやってるらしいんだけどね、ちっちゃい感じで高くない。せっかくね、アメリカの映画の迫力満点にね、大きな映像ね、アクションなのに見たいね。ね、これ後にさ、まあいいか。12分の1つけますって言ってるけど、これ20分ぐらいの動画になっちゃうんだよ。オープニングで言った通りね、この散々走り倒した後に川田模型の12分の1の DD カーですね、ダイレクトドライブカーの走りね、ランチャーストラトスのボディつけてます、ね、面白いですね、ぜひ最後まで見て見てくださいね、早送りでもいいのでね。これ何分14分14分、ここらだいたい20分ぐらいになるじゃん。はい、30分番組になっちゃうからね。ラジコンもね、こうやってね、いろんなことを考えながら、ラジコンのことだけ考えて走るとね、なんていうんですかね、視野が狭くなってしまいますんでね、だって喋りながらとかね、仲間内で遊びながら練習されるから、いろんなことできるようになります。脳の回路が寝たらつながりますんでね、シナプスの回路がね増えていきますんで、なのでラジコンとかプラモデルすると頭が ただ視野が狭いとね、その効果が薄くなってしまいますので、ね、なるべくいろんなことを考えながら、いろんなことをしながらねラジコンの練習されるとね、素敵ランドでもなるんじゃないかと思います。そして脳の組織はね、日数何年だから忘れたけど、脳科学者がね、普通の筋組織、筋肉と一緒だということですからね、年取っても鍛えればね、脳細胞を活発化して、知能が上がるという話なんでね、ぜひね、私 もう50歳ですよね、今年ね、諦めずにね、同世代の方が諦めて、脳トレーナーとかになってみてもいかがでしょうか。はい、まだまだ食べませんね。そろそろ店長の腕がプルプルしてて。ちょっと下がってきて、追い切れてないかもしれないですね。はい。ちょっと反対回りまあ、私ね、喋りながらやってて、ね、YouTube やってる方によく喋れますねっていう。私ね、起きてる間ずっと喋ると喋れますね。くだらんことずっと言えますんでね。まあ大丈夫なんですけどね、聞いてる方がラジコン見てるのが喋り聞いてるのが分からなくなったんで、あまり喋らないようにしてるんですけどね。そろそろ垂れてきたかな。まだかな。いや、まだいける。若干パンチを打ちすぎたかな。そろそろやめとこうかな、じゃあな。もう見てくれてる人もおらんかもしれないね。はい。
この後ね、カーダの12分の1の D ドライブのマシンにくっつけておきます。ぜひ最後までご覧ください。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。川田の M300GT2 と。ね、12分の1のマシンですね。そしてプロポはちょっとデカめのプロポですねこれがねお気に入りらしいんですよねで、ボディはなんとねランチアストラトス、はい、これどこのやつ ABC ホビーの10年以上前、ね、この塗装したのが10年以上前のボディ、ね、前がちょっと見せれない状態で後ろからこんな感じでね、はい、モーターは30ターンブラシの30ターン、はい、メカ類は3話3話で揃えてる安いって言ったらダメなんで入手しやすい3話のメカ類ちょっとね走るとこ取らせてもらおうかなという感じでね早速ね、取り回せしてね走りね、準備していただいて走っていただきましょう。